皆さんこんにちは、昭和電機広報社員の榎戸郁弘と、正社員の成田明人です。こんにちは。こんにちは。イエーイ。前回、撮らせていただいた動画に引き続き、今回も、まあ、なんと晴天の青空になっております。まあ、こんな中で囲まれた上でね、明日からレースを、やっていきたいと思います。はい、という感じでいかがでしたでしょうか。僕たちが必死に考えたつかみです。かなり天候はまあ不安定でして、はい、明日からの4日間のウィークも、はい、まあスッキリとした天候ではないということが予想されています。はい、ただその中でですね、はい、僕たちの熱い走りをですね、4日間全日程で見せて、そうですね、はい、はい、サーキットを輝かしていこうかなと、はいはい、思います。思います。意気込みどうですか。そうですね、まあ雨こそやっぱ実力を見せれる場所なんで、まあ、苦手なんですけども、はい、まあ、僕の熱い気持ちで、まあ、路面すらも乾かすぐらいの、まあ、熱い気持ちで熱いハートで頑張りたいと思います。はいはい、ありがとうございます。じゃあ僕もそれに便乗して頑張っていきますので、はい、焦がさないように、はい、そこが一番大事ですね。そうですね、はいはい、そこは慎重にいきましょう。はい、じゃあ攻め攻めで4日間頑張っていきますので、皆さん応援よろしくお願いします。お願いします。イエーイ。